皆様ごきげんよう、てるてる百貨店にようこそ。今日はリモートワーク中ってことで久々に通販で懐かしいプラモデルを見つけたので、こちら、久々に紹介したいと思います。こちらガンダムエイジの最終形態、ガンダムエイジ FX になります。こちらパッケージですね。はい、こんな感じで、ガンダムエイジについては、第1世帯、第2世帯、第3世帯って形になるんですけど、その最後の、これ基本編ですかね、第3形態の、ガンダムになります。最終の形態になります。パッケージについてはこんな形になってます。はい、こんな形でファンネルが、全てついてます。はい、こちらこんな形ですね。商品ナンバーは27番になります。ガンダムエイジ FX の、144分の1ガンダムエイジってか FX って形になります。はい、でちょっとこの後開封したいと思います。はい、それではランナーの紹介、開封したのでランナーの紹介したいと思います。まずこちら裏ですね。はい、こちら A ランナーになります。はい、続きまして、B ランナーになります。主に白一色ですね。そしてこれが、C ランナーです。主に関節系なのでグレーの色になってます。そしてこれが F ランナーになります。こちらも武器系なので主にグレー一色です。はい、あとはクリアパーツ系という形で、こちらですね、これ一応、E ランナーという形になってまして、これ先ほどの、ファンネルを展開した時のイメージを作る形ですね。こちら説明書のここにありますけど、こんな形でファンネルを、展開して飾りたい時の、パーツと、あと台座になります。あとはこちらファンネルが全てついてます。でカラー、こちらクリアパーツで全て構成されています。あとはポリキャップ、ですね、かなりの数のポリキャップになってます。ほとんどの関節がポリキャップで動くようになっているので、ポリキャップの量がかなりある関節ごとになりますと。あとは、シールになります。こちらシールですね、モノアイだけではなくてこちらファンネル系に貼るシールも、全てついています。はい、であとは説明書です。ガンダムの説明書、あとはこちらファンネルを展開した時のイメージ、こちらが表面ですね。表紙はパッケージと同じデザインで、ガンダムと主人公のこの機能についてのご説明があります。はい、こんな形になってます。じゃあこの後このプラモデルを制作して素組み未塗装でどういうイメージになるのか、パッケージとの差異を含めて、ご紹介できればと思います。はい、それでは、完成しましたので、商品の方をレビューしていきたいと思います。ガンダムエイジの FX になります。はい、劇中のイメージはこういう形になってます。で今回実際に完成しましたのがこちらになります。はい、こういう形ですね。まあ、ある程度色分けはされてるので、そのまま作ってもある程度の色分けにはなりますが、もうちょっとやっぱり、墨入れであったりとか、若干塗装を追加すると、違うかもしれません。私の場合は無加工無塗装でやっておりますので、その完成度合いが、どんな状態なのかというのを見ていただければと思います。じゃあまずこちらが正面イメージです。はい、続きまして、左斜め前になります。
で、後ろになります。はい、こちらすべてですね、こちらのファンネル系は、ファンネルピットですかね、系はすべてこれ、抜けます。で、抜いた後ですね、もうちょっと劇中の、オープニングイメージ、こちらですね、こんな形で、各抜いたものを、飾ることができる、こちらです。ガンダムとこちらの方のレールの方に、挿していただければ、はい、劇中のイメージが取れる、はい、台座もついております。あとはちょっとあれですかね、フェイス周りのアップという形で、見せれればと思います。はい、こんな形になります。やっぱりちょっとですね、墨入れとか何もしてないので、若干、そのパーツの単色になってますが、ただまあ色分けはされているので、ある程度、劇中に近い色になって、イメージになってございます。はい、レビューについては以上になります。私の場合は、こんな形で、キットの方を素組みという形で無加工無塗装でした場合の、完成の、イメージの違いを、レビューしていきたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。ガンダムエイジ FX のレビューでした。以上となります。バイバーイ。